こんにちは。今日は大谷翔平選手について少し話をしていきたいなと思います。最近大谷翔平選手ピッチングの方でよくホームラン打たれてるなっていう印象あるんですけど、これは本当に全然心配しなくていいのかなと思います。でメジャーリーグっていうのはいいピッチャーになればなるほどこの失点のうちのホームランで取られる失点っていうのが多くなると。だからなかなかいいピッチャーっていうのは連打が難しいので、その連打をして点を取るっていうよりもホームランで点を取るみたいになってくるので、このいいピッチャーになればなるほどメジャーリーグの場合はホームランで点を取られると。だから大谷選手最近ホームラン打たれてますけど、この連打されたりだとかスリーランホームラン満塁ホームランそういうのを浴びてるわけではないので、僕はあんまり心配してないなと思ってます。で調子は確かに、本当にいいわけではないと思うんですけど、これからの大谷選手の活躍本当に期待していいと思うので、またみんなで楽しみに見ていきたいなと思います。以上になります。